の皆さん、こんにちは。年末日本一の小学生を決める大会を開催します。優勝賞金はなんと1000万円。1000万円。参加資格はこの問題を解けた人にのみ与えられます。皆様のご応募ぜひお待ちしております。ヤネちゃん、あんたこれに出なさい。嫌だよ。いいからあんた早く問題解きなさいよ。ようこそ集まりいただきました。あなた方は選びに選び抜かれた正真正銘の本物です。二人だけ？まさか正解者が二人だけとはね。ところで二人はなんで応募したのかな？お母さんに無理やり応募させられました。ただの暇つぶしです。お金は友達にあげます。二人とも素晴らしい応募理由だ。それでは早速ゲームを始めよう。まず最初はババ抜きだ。ババ抜き？ババ抜きは簡単そうに見えて実に奥深いゲームだ。ドドミちゃん、優勝したら賞金ちょうだいね。ヤネちゃん、負けたらお仕置きだからね。それでは始め。さ、早く引いて。本来ならこいつが見てる右側のカードがジョーカー。いや、確実に裏を書いてくるだろう。本来なら私が見ている右側のカードがジョーカーだけど裏を書いてくる、そう思ってるんでしょ。何すべて見透かしたような顔してんだよ。裏の裏の裏だ。裏の裏の裏まで考えたの？考えすぎがあだになったね。右側がジョーカーでしょ？どうしてそう思った？だって力入れすぎてカードが曲がってるもん。ん？嘘だよ。今なら変えてもいいよ。ここで変えれば相手の思うツボだ。いや、あえて変えてもいいのかもしれない。ここで変えれば相手の思うツボだ。いや、あえて変えてもいいのかもしれない。いや、変えれば俺が動揺してるのがバレる。いや、変えれば俺が動揺してるのがバレる。考えすぎて頭から湯気出てるよ。いいから早く引け。それ、二つともジョーカーでしょ。湯気で気を引いてる間に交換してたの見えてたよ。くっそー、私ゲームやらないから視力いいんだよね。第一枠、ドドミの勝利！やったー！避けてー！それでは2種目目、100m 走、位置についてよーい。お先。予想通りだったわ。ゲームは全部で3種類。1試合目は心理戦だったから、2試合目は純粋な体力を問うものだと予想される。体力であなたに勝つのは難しいから、事前に落とし穴を掘っておいたの。力だけじゃどうにもならないこともあるのよ。君とはくぐってきた修羅場の数が違うんだよ。あら、それは予想外だったわ。第2ゲーム、ヤネスケの勝利！ヤネちゃん、落とされ慣れてるからね。え？最終試合は鬼ごっこ！これで勝った方が優勝だ！ただの鬼ごっこじゃない！この賞金1000万円を最後に持っていた方が勝利だ！私、追いかけるの得意よ。俺は逃げるのが得意だ。よーい、始め！これで確実に見つからない。あなた引っ込み思案だから隅っこ好きなんでしょ？畜生！ワッペ！時空の歪み具合からあっちの方向ね。何なんだあいつ。動くな。お金を渡しなさい。何なんだお前ら。口答えしないで早く渡しなさい。別に金なんていらねえからくれてやんよ。
ほら、フライシャーレテケ、黙れ。あれ、何してるの。動くな。動いたらこいつの命はないよ。別にその子は敵だからいいよ。それよりもお金返してもらうね。どうせ撃てないんでしょ。クソガキ。おい、来るな。ドラミちゃん。あれ、ちょっと、え、あんた、どこやってる。ちょっと、終了って、あれ、最後に持ってた方が勝利ってことは私の勝ちってことは私のお金なわけねえだろ。解放せー、全員まとめてぶっ倒してやる。ずあ、別に守らなくてよかったの。たまたまだよ。家に帰って最新の論文読もう。家に帰ってゲームしよう。ヨッチさん寝てるんでいたずらしてきます。びっくりした。よし行くか。セリフ量少ないんで。おー言うな。出番じゃないっす。これ撮りたかっただけっす。これ撮りたいだけかい。入れてくれよ、じゃあ本体に。ヨッチさんもドミちゃんの一言のためにずっと待ってるからね。そう、1時間くらい待ってる。ドミちゃんの一言でちょっと本気意味飛びしてたから。この役作りしてるから。お願いしますよ、ね、じゃあまた、うん、お願いします。またね。また準備。うん。ドラミちゃん。ドラミちゃんは。ドラミちゃん。ちょっと待って。いらない。ドドミちゃんマン。大丈夫。大丈夫ドドミちゃん。ドドミちゃん。大丈夫。ね。そんなカットない。そんなカットないよ。僕が守る。めっちゃ死んでるやん。登録者数が伸び悩んでるわ。このままで3月末までに50万人は厳しそうだ。どうも、バンカラジオのキータとヤレスケです。またガンガン休んだ分取り返していきたいと思いますので、皆さんよろしくお願いします。